近藤隆は、日本の技術者、実業家。三洋薬品、HBC 株式会社代表取締役社長。清水製薬株式会社での勤務を経て、富士カプセル株式会社取締役、三生医薬株式会社社長、三カプセル株式会社社長、近藤ホールディングス株式会社社長などを歴任した。静岡県出身の実業家である。清水製薬で企画、開発、学術などの業務に携わった後、富士カプセルに転じ取締役として経営に参画した。その後、妻と共に三生医薬を創業し、わずか20年で売上高160億円規模に成長させ、業界2位のシェアを達成した。三生医薬の経営を退いてからは、新たに近藤ホールディングスを設立し、三洋薬品の経営再建などに携わっている。1949年、静岡県清水市にて生まれた。地元の小学校、中学校、高等学校を経て、静岡県により設置、運営される静岡薬科大学に進学し、薬学部にて学んだ。1971年に静岡薬科大学を卒業すると、製薬業界に身を投じた。大学卒業後、清水製薬に入社した。当時、清水製薬は、鈴代の傘下であり、武田薬品工業と協力関係にあった。この清水製薬にて、医薬品の企画、開発、学術といった業務を手掛けた。その後、富士カプセルの取締役の一人として、名を連ねた。研究開発部にて、部長に就任し、研究、開発を手掛けた。1993年11月、三生医薬を創業し、カプセル剤や錠剤の受託製造事業に進出する。1994年8月には子会社として三カプセルを設立した。三生医薬グループにおいてはソフトカプセルの普及に努め、新分野への適用や技術の開発に尽力した。当時のソフトカプセル業界においてはアメリカ合衆国の企業が世界シェアの7割を占めており、これに対抗すべく邁進した。経営者であると同時に、技術者としてもリーダーシップを発揮し、創業から20年で、売上高160億円、従業員600名の規模にまで成長させ、アピに次いで、業界2位のシェアを達成した。自分は、最長でも65歳で完全引退させてもらうと宣言しており、2008年3月、代表権を持ったまま会長に就任し、社長の座を四女和洋に譲った。しかし、自身に後継者がおらず、事業承継問題が訴状に上るようになった。また、三生医薬グループの経営課題として、日本国外への事業展開が不十分だと考えていた。2014年8月、三生医薬の会長を退任し、三生医薬グループの経営から自ら身を引いた。所有する全株式を、カーライルグループに売却し、同社のサポートの下で国外進出を加速させるという道を選び、後進に夢の実現を託した。なお、カーライルグループの傘下に入った三生医薬からは、飛躍院の顧問の称号が贈られた。その後、2015年11月2日に、近藤ホールディングスを設立した。一度経営破綻し、再建の道を歩んでいた三洋薬品を、はじめ、SVS コーポレーション、ワンフェスタ、及び、アクレスなどを吸収合併することにし、2019年1月1日に、近藤ホールディングスを三洋薬品 HBC に改組した。また、都築第一学園が設置、運営する横浜薬科大学においては、薬学部の客員教授を務めた。また、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される、静岡県立大学においては、薬学部にて私財を投じて、寄付講座を開設した。さらに、学生に対して、留学や奨学金の支援を行っている。富士カプセルの研究開発部にて部長を務めていたが、その当時を振り返り、仕事人生の原点であったと述懐している。特に、富士カプセルの2代目社長であった、加藤佐紀郎の薫陶を受け、加藤崎郎の最後の弟子を自称している。崎郎は日本で初めてソフトカプセルを製造し、初代社長となった加藤千安の養子にあたるが、新たな製造方式の導入をめぐって両者は対立し、一度富士カプセルを飛び出している。後に崎郎は新たな製造方式により生産効率を10倍に高めることに成功し、千安に認められ富士カプセルに復帰している。ありがとうございます。